浜谷先生です。こんなとこかな。はい、私は2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一位となり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリストの浜谷先生です。現在ズルトレーダーは FX 統一となってます。麦茶もありますね。失礼。あったかい、あったかい麦茶ちょっと沸かしたんでちょっとフリーマン一緒に入れちゃって沸かしなさい。今ね寒いんでねシラフにしましたね。寝るのシラフにしまして、それでね、足に入れる電気毛布買ったもんですからね。USB タイプのやつなんかにも。USB とか今、バッテリー式のやつで動くやつですね。USB じゃないわ。12ボルトですね。で、コンセントに差し込み、あったかくしようかけど。で、下は電気毛布引いてあるんですね。で、足元にも、電気マット引いてね、いまして。それでね、ストーブは節約してて、ね、で、私はお金稼ぎに対してはね、不安の力がないだけなんですよ。稼ぐ方法は、健康でね、元気でやってられるときはね、稼げるんですね。体力いりますからね、それだけ注意で。で、今、投資中なんだけどね、少しの金額だからって言ってもね、まあ、これ以上稼ごうと思ってるんだけど、命がけです。保安力が大変で。で、人間とはよく、人々とはよく付き合わないといけないんで、テレビでよく接してね。で、コメントもよく読んで、皆様方もね、コメントをよく読んで、で、勉強するということですね。その代わり直接接しますと、フォアが取れないんで、ね、稼げません。100% 稼げません。身の回りには人がいない方がいいんだけど、まあ、よく接するということで、通信関係でよく接するということですね。テレビとかね、電話とかね、メールとかね。ということが大事ですね。だからとにかく普通の人よりかよく人々と接する必要があるんですね。それで不安が取れるんですよ。だから人間と接すると不安が悪くなりますから、大変なわけですね。だから直接、接したりしないんですね。通信関係、テレビとか、テレビ電話とかね、そういうので、よく会議とか話をしてね、電話とか話して接するってことですね。でここで買いたいところなんだけど、まだ落ちるって。ね。ここから上がっていかないかもしれない。で今、上上がれば稼げるからね。少しだけはね。だいぶ落っこっちゃったけどね。で行けばね、まだね、2000ぐらいは稼げるんだよね。で、6ヶ月目の最後ですね、11日、明日でまた変わりますから、
6ヶ月の最後になります。まあ、1000円ちょっとマイナスですからね。これな、税金の申告なんかの時に投資中のものは翌年でいいんだけど、そうすると税金の問題でもしマイナスが出た時にね、損しちゃうんだ。だから一回切っちゃわなきゃダメですね。でそこからまた来年買い直すということですね。その分手数料がちょっとふんだんかかっちゃいますけどね、やむを得ないですね。買う時の手数料かかっちゃうからね。そうやんないとダメですね。繰り越しはいいって言ったけど記載書かなくていいんですけどね。あ、これはまあ私の場合私は関係ないけどね。不安が悪い人はね、まあ一応聞かないといけないんだよね。不安の悪い人たちはどんな人たちなのかって、あの頭ではね接しちゃいけないけど、まあメールとか手紙とか言うのはいいんだけど、盗みだから要するに金くれとか言うんだけど、脅してね、金起こさないと殺すぞと、それしか言わないね人間ってね。普通の他の話するんですよ。まともな話していくんですよ。だけど頭の中は違うの。本人の行動というか、実際の やってること、考えてることはね。お前殺すぞって金を起こせ。それだけですよ。人間全員。で、全部押さえてるだけ。これ盗みに来ないで。押さえてなければ盗まれちゃう。全員そうですよ、男はね。要するに、稼ぐ方法は知ってるからね、私のはね。ただ体力がある時じゃないとダメだけど、稼げないよね。保安力の方は、保安力をですよね。多く稼げようとすると保安力が多くなるんですよ。自分一人で稼がないといけない、人のために稼ぐわけじゃないからね。で自分で保安力作らないといけないでしょ。だけどね、他の人に頼んだら全部取られちゃうからね。みんな稼いでる人そうなんですよ。周りに頼んでるから全部取られちゃう。ビル・ゲイツだってそうですよ。あいだけお金があって、あいだけただの大手しか持ってないです。なんですから全然意味ないんだよね。僕は持ってるぐらいのもんですよ。2番目の億万長者ね。日本にも別荘持ってるけどね、からね、京都もね。今、売りに出してるって言ってるけどね。他にも持ってるけど。僕ぐらいのもんですよ。僕が持ってるぐらいの財産なの。財産ぐらいですよ。ある意味ではね。石鹸もめちゃめちゃだし、住みにくい家でしょ、豪邸つったって。なんですか、マイナスですよ、生活に。お金かけて生活がマイナスになってどういうことですか、一体。住みにくい豪邸なんて建てたってしょうがないでしょ。ちっちゃくて、四角いビル、ね。
で、土地が広いければいいんですね。それが最もいい構造ですね。広い土地に農地とかいろいろ菜園が作れるようにな。広い土地でしょ。1キロぐらいの広い土地に、真ん中にね、ビル、ね。自分の豪邸のビルを建てればいいです。全部持ちビルね。四角いのがいい。まあ、6階建てぐらいでいいんじゃないですかね。下が駐車場、1階が駐車場、ね。駐車場、2階が機械作業室とか、そういった汚れやすいのね。で、3階が、お客さん用に入れる代理人キッチンとかね、そういう、ね。で、4階が自分の、4階、5階、6階が自分の住みか。これがビルでいいですね。で、1キロぐらいの、ね、片方から片方まで、自分の持ちが1キロメートルぐらいの人はその土地に住んでるってのがいいですね。それで、それは関東であることね。北海道寒いからね。で、自動作業ロボットが働いて、農園耕してくれてる。ね。そういうのが理想ですね。ロボットが畑耕して、全部仕事してると。でちゃんと1キロ四方には門がついてるね。門とか塀がついてるの。高い塀、ちゃんとね、入れないガードがついてるようにと。で監視カメラつけてね。僕は、IBM の東京の研究所、IBM の研究所に勤めた時なんかも、ちゃんとね、塀には赤外線、レーザーセンサーがついてましたね。IBM の研究所にはロボットがメールを運ぶ、荷物を運ぶんですよ。ロボットがね、知らない、IBM の研究所のビルには、ね、エレベーターも自動で、ロボットが乗ってきて配達するんですね。私がね、30歳の時に勤めてたから IBM にね、2年半勤めてましたから IBM の研究所にね、あとセコムとね、両方勤めてましたから、IBM とセコムね。で、管理職まで勤めてたね、セコムはね。IBM は取締役だけど。で、2年半勤めてたんだよね。ちゃんとカフェテリアしっかりしてて、お昼のランチって言ったって IBM だ、研究所だから一流だからね。お寿司はあるしね。うん。カフェテリア、ね、大きい立派なのがあるんですよ。食堂なんかもしっかりしてましたね。売りたて安い食事だって、かけそばなんて150円ですよ。150円。おそば150円です。だから、お金もかかんないですね。で、お寿司食べたかったら、お昼もお寿司あるから、高級お寿司があるからね。カフェテリアありますから。それを私は食べてました。ね。まあ私の友達は年収1億ないと、以上ないとダメですね。友達にはなれないんですよ。
で、強くはあんまりいないからな、だけど。IBM の研究所でもいないや、あんまり。あんまりいないよ。で、私にはないけどね、一応ね。で、保安力だけなんですよ。勝つ方法は、体力があれば、保安力が取れれば、奨学資金の投資でね、保安力が取れれば、稼げる。お金が多くなると、稼げないんです。保安力が足んなくて。それだけです。FX ってのはさ、投資金額増やせばいいだけでしょ。で、資金。あと、口座資金増やせれば、その分多く投資できて稼げるわけでしょ。だから、保安力だけなんですね。だから仕事中に人が近づいてこられちゃうとダメだっていうことですね。1日に1億円も稼げるわけです。保安力ができればね。できないんですね。ここで投資法、まあ、投資法はね、例えだけど、プロの将棋の4段、5段、6段が、といつも対戦して、名人が対戦してるということね。これがそうですね。4段、5段、6段。7段、8段、9段ってのは来ない。6段以上は、来ませんから、投資では。戦ってこないから。来るのは4段、5段、6段です。で、6段もめったに来ないね。プロにね。それと戦って全勝してないといけない。一回負けると、口座資金3分の1から半分なくなっちゃうよということですね。一回負けただけで。例えですけどね。囲碁でも同じですね。それで、だって今6ヶ月間やってて1回負けてでしょ。3分の1ぐらい取られちゃったよ。ね、ということですね。今6ヶ月間投資中で1回だけですね、負けはね。だけども1回だけで大きかったんですね。ほとんど資産はなくなっちゃったね。で、今トータル平均で 13% 稼いでます。ですけどね。だから 10% ぐらいだったら、とにかく、月ね、稼ぐんだったら、保安力が取れれば、取れて、奨学資金だったら稼げるという。お金が増え、これだんだん増えてきてましたでしょ。もう2万7000ぐらいになっちゃったからね。負担が少しかかってきましたよ。このまま続けたら10年間で1億越しますからね。1億円になりますからね。1割稼いでたらね。たったそれだけでね、保安力の問題なんで、稼ぐ方は知ってんですよ。難しいけどね。やっぱ、プロの4段、5段、6段に、毎日毎日勝てない、勝って、一回も負けないで勝て、名人が勝てないとダメなんですけどね。一回でも負けたら、2回負けたらもう破産しちゃうね。そんな感じですよ。その月にね。3ヶ月分ぐらいなくなっちゃいますから。稼いだ。ね。資金のね。で、ここでね、上がっていくと思うんだけどね。ずーんって。じゃあ、ここに打っとけばいいかって言うと、まだ下がる可能性があるね。はい。キャンちゃん猫ね。イカちゃんにしてて。ねえ。仕事中だから入れられないからね。湯たんぽ入れといたから寒かったそこを入っといて。ねえ。寒いね。
あとちょっと盗難保険と火災保険ちょっとね、今入ってんだけど、財布入れてて、いざという時に盗まれた時にね、保険が下りるんですよ。その保険入ってんだけど、例えば、財布持ってて、外を買い物、スーパー行って買い物行ってて、その時にね、財布盗まれたって、少年に、ね、脅されて捕らえた。私、保険入ってんですよ。日本国内は、だから、財布取られても保険組んだけど、警察何もしてくれないからね、盗まれてね。登録だけだからね。で、保険入ってると、お金、取られても、保険料で、ね、戻せるんですよ。全額。で、そういう関係で保険会社が警察に強く、言ってね、犯人を捕まえて回収してくれるわけね。だからそれがないと警察はね、捕まえないから全然。登録だけ。すると財布取られてお金取られたらさ、ね、そのまま取られたまんまなんですよ。日本の警察はね。だから保険に入っておくと、ね、お財布取られても、保険会社がお金返してくれるんでね、全額。で、私はね、その保険に入ってるんですよ。あと、火災保険も入れてるけどね、この山小屋でもね。それとあと、私がね、買い物して、ね、高級な買い物、このね、花瓶、すごくいいなって、琴屋さんで見てても、ああ、落っことしちゃった !1 億円落としちゃった、どうしようって、心配しないで、保険入ってます。1億までは入ってますから。万が一私が、手落ちでね、1億円の花瓶を落としちゃった。ね、私はちゃんと保険入ってますから、1億円まではね。ね、全部出るかわかんないけどね。もうちょっと安いのでも、ね、だったら、売りやすいけどね。さらに、お店に入れる人はそういう人じゃないと、高級なお店には入れない。ちゃんと、だから僕はお店行けるわけ。高級なお店にね。わかる？だから、他のし、ちゃんとね、損害賠償を払えるわけですよ、私は。あと、間違って人を、私が重たいものをね、手から落としちゃった。明日に人が行って、足踏んじゃって、足を大怪我した。心配しないで。私の責任だったら、1億払います。1億まで保険がおります。ね、また、今1億だけど、今少ない時だからね。うん、10億ぐらい入れてる時もあるから。ね。これが人間たちとの接し方ですね。人に危害を与えない。ミス、万が一間違っててもちゃんと責任が取れるということが大事。ね。商品でも買い物行っても間違って、パチャーンと落としちゃったとしても、保険が下りるんですね。ということ。で、僕自身も買い物行っても、ある程度の財布だったら持ち歩いても保険入ってるからね。ね。
保険入ってるから、ね、気をつけてるだけでね、ね、打っていけばね、安心なわけね。強盗はあんまり怖くないわけですよ。保険入ってるから。財布盗まれた、お金盗まれた、ちゃんと保険会社が返してると。だからね、嫌なのは何回もやっちゃうと、この人ももうちょっとダメだなって保険会社が保険に入れなくなっちゃうから、それはね、ちょっと注意しないといけない。ね。これでね、僕の、その、財産の安全を守ってるんですね。ここのすぐ近くにもね、鉾田市の青山だけど、テニスコート場用の土地も買ってんです。宅地用の土地なんだけどね。ちゃんとテニスコートができる土地買ってあるんですよ。近くにね。そのところにも行きますからね。財布盗まれたりしたらさ、怖いでしょ。保険が効きます。ちゃんとね。ということでね、保安が取れれば、言うのであれば、少ない投資仕事って、体力があれば、保安が取れれば、ね、稼げる。リッチなのは私はそれです。少ないお金だったら不自由しないんですね。私は、だから億万長者って言ってもいいんだけど、少ない お金、小遣いだったら不自由しないんですね。というのは少ない稼ぎの投資の仕事は保安が取れれば稼げる。技術を持ってんの。稼ぐ方を知ってんですよ。技術だけだったらね。足りないのは保安力。そばにいる人が全部だ、近くにいたらもう全然。保安力が破壊しちゃって、一銭も稼げなくなっちゃう。ただ横にいるだけですよ。一銭も稼げなくなっちゃう。負担が多くなっちゃって、もうダメ。ただよく接しないといけないから、私はネットとかテレビとか、こういうのに出て、保安を作ってですね。あと、豪邸建てないといけないからね。保安力を取るのが大変なんですよ。保安力が取れれば、世界一の億万長者ぐらいには稼げますよ。保安力が取れないから世界一の億万長者、ね、長者番付に乗ってる一番とかなれるけど、なれないですよ。保安力だけなのね。いっぱい稼いだら、殺すぞと言ってて、俺にくれって言って、うるさいんですね、人間が。自分が仕事してんだから自分、大変でしょ、仕事がね。そんなものは自分が大変で稼いだ仕事を誰に金くれる、あげるかっていうんですか。どういうことですよね。それでね、この保安力、
少額資金で保安力は取れれば稼げるということですので、ね、で私の先生としてのコーチは保安力足んないから逆に助けてくれっていう感じです。だけど技術、この子でどこで通してどう通したら勝てると、保安力が取れた時にね、取れてればね、その技術は知ってるんです。もっとつけることも必要ですけどね。明日あれだけど、年金が振り込まれる日なんで、時間なんで。13時ね、年金って15日なんですよ。それで土日が入ると13日になるの。明日年金に入るんだよね。年金もあるんだ、私の場合はね。だから、最小限の年金安いから、僕の場合はね。だけども、年金でも食っていけるからね、生活ね。贅沢、病気にならなきゃ、大きな病気にならなければ、それでこの仕事があれば食っていける。昔は私の夢だったですね、若い時はね。若い時は外行って働かなくても食っていけるっていうのは夢だったんですけどね。その夢はもう叶ってますから、少ない年金ですけどね。それとこの投資の仕事ね、場合によっては100兆円稼げますから、保安が取れればね、世界一の億万長者になれる技術持ってますから、保安力が取れればね。これがね、私、浜岩先生の力です。めちゃめちゃ強い力です。ね。だけど現実はこんなもんで、保安が取れる、奨学資金の保安が取れるものじゃないと稼げないっていうことですね。保安が取れなければ稼げないって。ね。技能は持ってんのに。ね。だったら大体稼げるわけですね。それはわかるんだけど、保安力がなければできないんです。間違ったとこ打っちゃう。脅かされてね、負ける方に投資しちゃう。それは毎日の仕事ですね。今やられてないか脅かされてないかということですね。脅かされてない時じゃないと投資する位置が分かんないんですよ。お前殺すぞっつって、金を壊さないと殺すぞっつってね、心では誰でも言ってんですね。人と接すると。すぐ近くにいると男は全員それしか言いません。口は言わないけどね。それ言わない人っていないですよ。言わせないようにちゃんと抑えておくということし、もう含めてね、言わなくたって抑えてれば同じですから。抑えてなかったらそういうわけですからね。そういう仕事しないといけないね。それでなんか私に関わりたいし、ね、近くにいると脅せるからっていうことで、なんか関わろうとする人が身の回り近所にたくさん来るわけですよ。脅しと取れるようにいつも接したいという、友達みたいにしていたいということでね。そうすると脅して金を起こせって言えるからっていう、近くにいるとね。そういうふうにしてね、
徹底して人間って近づいていくんです。それで隣の家とか横の人って一生そればっかり、近所にいる人一生それしか24時間考えてる。24時間でね、金を起こす、殺す、殺す、金を起こせなかったら殺そう。これを24時間仕事してる人がいる。平面でね。24時間何やってるかって、一日中やってるか。それだけですよ。それ以外何もやんない。で、どっか行って、行ってるときは真似事だけね。これが人間ですから。ただね、問題になってるのは、タワービルなんかで人が多いところのマンションで住むのがちょっとダメだね。人が周りにいるから。ビル・ゲイツだって、しょっちゅう私に脅してますよ。金よこせって。金よこさなかったら殺そうって。あれでも、億万長者でもそうですからね。やっぱり金に不自由してるんですよ。あれ？投資する位置だね。今投資する位置としでは今上昇の兆しがあるね。ここでねズドンと落ちることもあるんだけどね、逆にね。まあ上に上がればプラスになるからいいでしょう。まだシグナルから上に上がった時の利益の幅が余裕があるからね。こうシグナルが出て今ここでしょ。だからここ突き抜けて、ここら辺ぐらいまで行きそうだから利益取れそうでしょ。こう待ったからね、今のとこね。ね。これを過ぎたときにどうするかですよね。で、こことこの日だから、ここら辺待ったな。ここまで我慢するのかな。ここら辺で。でしょうね。いざという時ね。これで今、マイナス。1000分の、これですね。3、4000だね。これだと4000ぐらいマイナスになってて、ちょっと待って。ここだな。ここだね。ここで最後の勝負だね。もし出たときはね、ここに逆差し入れるべきだかな。ね。ここら辺で、まあ、伸びたら逆差し入れて。ね。これとこの幅、この幅っていうか腰やから、この幅ぐらいまでは、ね、稼げるチャンスがあるから。ストップとリミットの関係でね。しかしこれだからわかんないね。1、2、3、4、ここだな。これぐらいのところをまた落っこってくることがあるかな。これでしょうね。ここってまた待って落ちる可能性があるんですね。ただし流れとしてこれを越してないから流れることは、これを起こすと流れるんですよね。確率が出てくる。そういう意味があるね。で、今のはこれ、これはね、アメリカ指数だから、これ。ユーロと、ユーロと JPI と、GBP とですね、CAD と SEK と CHF。
まあ、今後のチャートなんですね。ドル化株価指数っていうんですかね。で、私の場合天才じゃないからね。1ヶ月に10倍も稼ぐことできないですね。せいぜい 10% ですね。だから、気長ですけど、ごめんなさいね。私の能力的は、口座資金の月1割しか稼ぎません。ね。1割、今 13% 平均でね。